こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。皆さん、お元気だったでしょうかっていうことでですね。じゃじゃーん。まあ、これね、えー、ロハス村の夢通信っていうのを、えー、私ども、ロハス村ではですね、え、2ヶ月に一度ぐらいね、え、2、3ヶ月に一度出しております。でね、やっぱりね、コロナの緊急事態宣言、これがありましたからね、やっぱりもう去年と同じような形で、分断されたらダメだなっていう、 本当に皆さんね、えー、もう、あのー、すれすれの線で、えー、言ってるということで、えー、私、あのー、本当に心配になりまして、お手紙を書いたんですね、この中に。ま、あのー、そしてね、えー、ちょっと読ませていただきます。こ、まあ、んな形で。コロナに負けるなっていうことでね、えー、頑張ろうメッセージ、えー。5月6日にこのメッセージを書いています。 政府は5月末まで緊急事態宣言を延長しました。昨年と同じ状態が繰り返され、これでもかとお気持ちまで折れてしまいそうになりますが、もう一度気持ちを立て直し、家族や身近な方々と声を掛け合って、この難局を何としても乗り越えていきましょう。明けない夜はありません。来年の今頃はきっと笑って過ごしています。 っていうようなことでね。それで、えー、ここにカッコしてね、えー、孤立しないように、いつでもロハス村にお電話ください。ということで電話番号を書いてました。ね。えー、あとはまあ、あの、こんなものを、不思議なびっくり現象とかね、そんなものを書いてたんですけれども、この文章を見てですね、実は今日、お客様から、 えー、お電話を、お電話がありました。えー、そのお客様はですね、随分昔、私ども、あの、銀河の器っていうマグカップをね、えー、販売しておりました。で山本健山さんと高坂先生がコラボしてね、作った、あの波動の、お本当に銀河の器って言うんですけれども、宇宙、もう、あの、マグカップの中に宇宙ができるというような、いいスイって言ってね、 あのー、もう地球ができる前の水っていうのが、えー、そのマグカップに10時間入れるだけでできるというような水を作っているんです。で、それを買ってくださったお客様です。ですからもう10年ぐらい前のお客様ですけれども、えー、その方が、えー、今82歳ということでですね、えー、お電話がありまして、今は老人ホームに入ってるんだということで、えー、このお手紙見ましてね、 私、電話して、えー、もういいかしらと思いまして、電話してくれたそうなんです。あ、どうぞどうぞ、いいですよ。話しましょう。って言って。いや、もう、あの、お金取ってください。私の話聞いてもらうのに、えー、お金取ってくださいと何度も言うんですけれども、いやいや、いいですよ、いいですよ。もう、以前ね、お金、お買い求めいただいたりなんかしてるんでね、えー、今日はもう、あの、ななりと僕、あの、お話聞きますよ、っていうことで、約1時間半ぐらい。 聞きましたそれでね、えーまああのー、結果的にはいろんな注文いただいたんですけれども、えー、その中でね、えー、ちょっとね、やっぱりね、あのー、老人ホームの中もね、このコロナになりましてね、えー、それでもう、あのー、地方がどんどん蔓延してるらしいんですよ。それで、えー、もう、私含めて4人しかね、2階にいらっしゃる、何人いらっしゃるかちょっと聞いてないんですけれども、 4人しかまともにね、えー、お話ができないということなんですよ。あとはね、もう地方症がちょっと進んで、えー、あんまり喋ってもこう会話が通じないっていうような、そんな話でね、本当にどん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 お話しする方が少なくなって、えー、孤立してくるっていうのは、本当にね、えー、社会問題が今ほんまにね、コロナの影響で、えーあの 目に見えませんし、テレビのニュースにもなりませんし、SNS のニュースにももちろんなりません。でも実態は、こういった老人ホーム施設でね、こんな、地方症が進んでるっていうのが、今日は、お話を聞いたら、すごく、あの、身近な問題に、思えてなりませんでした。 ね、えー、まあね、あのー、そういった方ですから、銀河の鬱を信じる方ですから、えー、引き寄せとかね、波動とか、えー、またね、えー、陰謀説とか、えー、またね、えー、ワクチンを打つか打たないかとかね、あのー、そういったお話で、えー、もう、弾みました。それで、うちのお袋も、もう83歳になっておるんですけれども、えー、今日かかっていく か、来た人も82歳ということで、本当にね、えー、うちの親と同じ同世代の人なんで、えー、まあ、いろいろなお話をさせてもらいました。私は、まあ、あの、親と同居してますんで、毎日、えー、母親と喋っております。で、まあ、そういった、あのー、82歳の人がどのような体の状態になって、どういうふうに、えー、あのー、お考えになっているかっていうのはね、 あの、やっぱり大なり小なり世代間が一緒ということになりますと、あの、よくわかるんですよね。だからお、お、おふくろに話してるようなことを話すと、あの、わかるわかるって言ってくれました。あの、僕は本当にこういったお客様、あの、ずっとね、お買い求めいただいたお客様に、今のような、あの、露発村の夢通信送り続けておりますけれども、えー、なんか今日はすごく嬉しかったです。 あの、電話かけてくれてね。で、まあ、お客さんの話聞いて。でも、あのー、それで、さらにね、すごく、すごかったというか、初めての経験だったんですけれども、あのー、いろんな注文いただいてですね。それで、ありがとうございます。いやいや、あのー、うかわさん、あの、こんなに話させてもらったんでね、あの、聞いてくれたんでね、えー、どうぞお金取ってくださいと言うんですよ。 お金取ってくださいって、まあ、これはもう僕ね、商品も注文いただいとるしね、もういいです、いいですって。いやいや、もう、あのー、もう先生のような感じでお話いただいて、私も本当に、あの、お母さんの貴重な時間を使ってね、えー、励ましてもらったりね、もう元気が出たんです。もう、もう、もう、あのー、僕商品買ってくれとるからいいですよ、もう全然問題ないですよって言って、もう、言ったんですけれども、 もう、ちょっとでも本当に取ってくださいよっていう推し問答があったんです。じゃあ、もう、2000円取ってくださいって言うから、わかりました。もう、ご恋に甘えまして、あの、じゃあ2000円、あの、いただきます。ということで、えー、一応ね、終わりました。まあ、あの、本当に、えー、っと、コンサルタントとかなんか、でもね、 えー、なかなかもう無料でずっとやって、やってた時期もあるんですけれども、こういったお話を聞いて、で、僕も請求しないし、向こうからね、あのー、お金をもらう、もらえたというんですかね、いただいたというのか、請求せしないで、まあ、投げせ、投げせんか。投げせんか。投げせんくれたというか、初めてなんですよ。 人のお話を聞くことで役に立ってるなっていう実感は私あったんですが、それをお金に変えたことは一切、ね、あの、一切言うかも、コンサルタントとして、まあ、実際商売としてやったことは、こう、セミナーとかね、あるんですけれども、こういった、あの、何もないと中で、あの、くれたことはなかったという、本当に、あの、 あ、分かってくれ、分かってくれたんだなっていうふうに思いました。それと同時にですね、えー、本当に今コロナで、あのー、もういろんな情報は蔓延してるんだけれども、実際に、こう、自分の考えもしっかりしてるんです。ワクチン打つか打たないかも、自分がもう結論は出してるんですけれども、 もう一度誰かに確かめたいとかね。自分の口から言って、それを、あの、僕は、あの、どうしなさいとか、こうしなさいとか、いうことも言いませんけれども、自分が自分で、あの、どういうのかな。納得するというか、確認するというか、オウム返しのように。そういう作業って、やっぱり、あの、人と人の話って、あの、そういうことってすごいあるじゃないですか。 何にも話聞いてくれるだけで、なんかアイデアアポコッと浮かんだりあ、そうしようと思って結論け、あのね、決心ができたりね、そういうような役になったんかなというふうに思います。まあそんなことでね、えー、私どもの方は、あの、物を売るだけではございません。えー、まあやっぱりね、お客様、まあ、買ってくれたお客様につきましては、 あのー、もうずっとね、えー、今年今月の5月30日で、えー、ロハス村30歳になります。あ、ごめんなさい、13、13歳になります。はい、えー。そういう意味で、あの、ずっとお客様、あの、お買い求めくださったお客様は、もうずっとお付き合いさせてもらってます。まあ、ゆ、唯一こういったね、ロハス村の夢通信ということで、あのー、まあ、これはまあ、あ 一番最初からできてないんですけれども最初はもう1枚のチラシ程度だったんですけれども今はもうこういった形でカラーズりでね、えー、送らせていただくんですけれどもあのこれすごく楽しみにしてくださってるお客様もいらっしゃって、えー、本当にあの勇気、えーま、元気、ま、あのいろんなびっくり現象、ま、こんなもので楽しく読まさせていただいてますということをあの82歳の、ね、お客様が言ってくださったんです。 もうすすごく嬉しかったですだからまああの良、ー、かったなと思いますこんなお,お手紙ねもう手書きですビューっと書いてもう、あのー、最後に入れたんですけれども自分ですってね、えー、なんかこう孤立しとったら駄目だなと思ってうちのお客様はまあちょっとでもね、えー、力にな,なれたらいいなっていう思いが純粋な思いがね、えー、本当にあのー、花開いたというか。 まあそんな、あの、今日、ハッピーな一日、一日を過ごさせていただきました。まあ、ハッピー、まあトラクターもね、壊れてもう、あのー、もう修理できないという状態で、まあ購入しなければいけないという状態になりました。うん。まあこういうこともありますけれども、まあ本当に、まあ、なんか、あのー、逆にね、お客様のおかげで、えー、すごく今日は、えー、そういったトラクターがめげてもね、えー、ハッピーになれたんで、えー、すごく良かったです。 さあ、まあそういうことで、ええー、明日もね、頑張ってやりましょう。それでは、さよなら絶対コロナに負けないぞこ